こんにちは、札幌占い美容師さん山口のことです。今回は非常にモデルさん長いのでちょっと横向いてもらっていいですか。腰くらいまで長さがあるの で毛先はブリーチをしているので、ちょっとこの辺も1回ブリーチしてワンプロセスでブリーチをして、それにブレージュから毛先にちょっとバイオレットをグラデーションで入れようかなと思ってますけど、いいですか。はい、ということで長さはちょっとなんか痛んでるとこ切る感じですか。時間があまりないのでなるべく時短で、ロングのブリーチなのでちょっと時間がかかりそうな感じでもあるんです。とりあえずやります。はい、かなりロングなので、これからブリーチをしていくんですけど、毛先のところがちょっとブリーチ入ってるようなので時間差で伸ばすぐらいにして、中間、根元から中間の方を、このコーム使ってブリーチしていこうと思います。ブリーチ剤はワンプロセスで結構ハイトーンまで上げていくので、混ぜてトーンスピードアップをちょっと測ります。じゃないと多分トーンがあんまり上がらないのでブリーチだけだと。で、まあ、普段通りブリーチは結構サクッ と、このコームで縦で塗っていくことによって縦のメッシュみたいな感じになるので、あんまり横のラインで染めないっていう感じですね。伸びてきた時がやっぱ目立つのでこのような感じに縦ラインで染めていきます。中間から毛先のところはちょっと後でやるので、ひとまずここをまずやりますね。全体的にちょっと明るいのもあれだね、仕事の時に髪結構、あ、縛るのか、縛らない時もある、縛らない時もある。あ、そういう時いいかもね。ちょっとなんていうところかナビです。ナビ、はい、ナビです。ナビ、ナビ、ナビというところ、ダンススクールのヒップホップダンスもやってるけどチアダンスとか、なんだっけ、バトンだ、バトンやってるので、札幌で結構3歳ぐらいから習ってる方がいらっしゃるようなので、もしお子さんでやりたい人がいたらラビ、ダンススクールラビで合ってる、はい、違う、バトンスクール、バトンスクール、あ、バトンスクールなんだ、はい、バトンスクールラビに問い合わせをお願いします。はい、このような感じでフォームでちょっとぼかしていくんで、結構簡単にブリーチもできるようになりました最近は。で、これ根元見てもらうと分かるんですけど、細かいメッシュみたいな感じに、ラフにこうやってます。で、ステム90度でフォームワープしながら、フォームワープ、こうやってできた、フォームワープってこのこれですね、これがフォームワープと言います。これをしながら塗っていきます。縦の筋で作っていった方が髪の毛はツヤ出て見えるので、縦のツヤを出すような感じのイメージでちょっと塗っていきますね。で、中間から毛先はちょっと後で塗るのでくるっと回して、その一番何やってたの、来たの運動会、そうなんだ。運動会の時に、あ、そういうこと。あ、じゃあそこに来たってこと、ラビに来たんじゃなくて、行ったの、どっちかというと。あ、そうなんだ。へえ。あ、そういうところにも行ったりするんですね。うん、そうなんだ。サンドイッチマンの運動会。あ、サンドイッチマンの運動会に応援役みたいなやつ。そうそう、チアリーダー的なやつ。はい、でこのように、まあ、簡単にですねブリーチも、まあ、結構このロングをですねハケで塗るとなると結構大変な感じなんですよね。で、結構ラインも出たりとか結構いろいろ問題が生じるんですが、ちょっと前さブリーチした時はさ毛先なんか色変えたの、あの抜いたかと思って、なんか、あ、アッシュを入れたの、あ、そうなの、
抜いて足を入れたってこと。はい、このようにコームワープをしながら根元をちょっとぼかしていきますね。バビはさ、どこで乗ってこないの？札幌駅？札幌、豊平です。豊平なんですね。あ、2つあるんだね。これで濡れました。で、中間から毛先をこれからちょっと塗っていきたいんですけど、ここは、3パネルぐらいで塗っていきます。後でコーミング入れるので、ちょっと手で塗っていきます。ここは手で乗っけていきます。手でコーミングしてから手に取って、でここはまあもう横のラインハケで塗るみたいな感じにはなっちゃうんですけど、後であのコーミングで縦のラインを作るので、ここは大丈夫ですね。こうなっちゃった。ちょっと時間がやっぱりあの最初に塗ったとこと後に塗ったところの差が出ちゃうと微妙なので、そういう部分でもあの時短という意味を意識して手で塗っちゃいます。その時に結構裏面に塗れなかったりするので、手でほぐしながらこのような感じで、塗っていきますね。サイドは2パネルで塗ります。はい、サイド2パネルで手に取ってこれのような感じで塗りますね。こんな感じですか。で、毛先の方はつけないでおいてください。まずは根元の方から中間までをトーンアップするっていうような感じです。とりあえず塗り終わりですね、このタイムまでは。で、ここからコーミングをして綺麗に整えていきますね。で、今まで塗ったところの塗りムラとかをちょっとないかですね、確認しながら、ちょっと引っ張られるかもしれないけど、いいですか。はい、でですね、この彼女は多分結構アップにすることが仕事柄多いんではないかなと思うんで、結構この辺もグラデーションを入れてですね、顔周りとかあとバックの方はやってあげた方がいいので、あんまり攻めすぎないで自然にこう伸びてもおかしくないようにやってあげた方が仕事上多分こう結ぶことは多いと思うんで、その方がいいと思います。はい、で根元から先ほど塗っこうね、ちょっと、根元をコームでぼかしながら、はい、ちょっとコーミングしてですね、毛先の方までちょっとコーミングしていきます。で今完全に根元にはついてない状態なので、ブリーチ剤やっぱりつくと結構危ないんでね、なんであのそこら辺は気をつけてやっていただいたらいいかなと思います。まあこんな感じで伸ばしていきますね。結構ブリーチを失敗しちゃうと結構全体的に失敗になっちゃうんで、このベースをきれいに作れないと、なんか色入れても変になっちゃったりとか、伸びてきた時に微妙になるので、大切というかベース作りは結構慎重にやった方がいいかなと思います。で根元の方をきれいにここはなってるかっていうのを、根元の方をコームワープして確認して、これでコーミングしていきます。で途中ちょっとね、あの足りないなと思ったら途中でちょっと追加して、すぐ追加しましょう。そうしないとムラになっちゃうんで、この長さのブリーチは久々だな結構なボリュームですね。で彼女はやっぱオールバックにするので、きっとこの辺も綺麗に、コームで、塗ってあげた方がいいんですけど、この時にハケ使うとやっぱりベタってなっちゃうので、あのコームにこうついたのを軽くこう溶かしてあげると縦のラインが出てより自然な感じにリフトできますので、そんな感じにするといいです。でこのコームアップすることによって結構薬の量が薄くつくんで、コームワープ結構必要ですね。っていう感じで反対側をやっていきます。今ちょっと時間を置いてみてこの状態になったんですが、今度ですね、毛先の方を、ちょっとなじましていきますね。前回染めたところに薬剤をちょっとなじましていきます。少しこれヘナの、酸性のですね、ヘナのヘナ水というかヘナの原液なんですけど、ちょっとこれでなじましていきますね。
まあ、毛先の方も前回やってるところで、もう縦のラインとかじゃない状態で染めてるんで、もうここは無視してもう全体をこういう感じで染めちゃいます。縦のラインはあくまでもこの根元から中間あたりのところは意識してますけど、毛先はあの量がそぎとか入ってて量が少ないので、あんまり縦を意識しちゃうと毛先の方がブリーチしてるところ少なくなっちゃうので、まあこの中間から毛先の方は結構なじましちゃっていいかなって僕は思います。あくまでもここのこの辺までが綺麗に縦のラインが必要なので、毛先今ちょっと取ってみたんですけど、つけてみたんですけど、結構もう前回のブリーチで結構いってるので、まあ、あんまり傷ませたくないなということで、これぐらいでいいかなと思います。あまりやりすぎちゃうとロングですし髪引っかかっちゃうので、まあこれでちょっと流していこうかなと思いますね。まあ1回のブリーチなんでそんなに今明るくはなってないですけど、まあこれぐらい明るければそれなりに色入るかなと思うんで、これに合わせた調合をしていきたいと思います。カラー剤を作る時のポイントなんですけど、まあ皆さん知ってると思うんですが、髪の今のこのベースの色を無視してカラーを作ってる方がたまにいらっしゃるんですけど、あくまでもこの色の画用紙にこの色を乗っける、そしてイコールできた色が最後のゴールの色って感じになるので、この今の現状の色を無視しちゃうと結構失敗しちゃいますので、今のこの色プラス使うカラー剤でできた色って感じになるので、そこを無視しちゃうと結構あれって感じになってしまったりとか、例えばアッシュとか使って緑になってしまったりとかってよくあることですけど、現状の色味をしっかり判断して、それに合う色を使っていくっていうのが一番大切かなと思ってます。はい、こんな感じにブリーチがワンブリーチでここまでいって、ここから今度はカラーをのっけていきます。